のチャンネル。はい、さあということで、はい、今回も、うん、もちろんやります、はい、最弱王決定戦。じゃあちょっといつもと違いますね、はいはい、今日はですね、うん、最弱王決定戦里崎チャンネルサムネカルタってやります。20枚も、はい、しかもあるらしくて、ある中のカルタで、うん、だから10個言って、うん、その中でどれ取るかだね。だから10個中だから6枚取った方が勝ちだね。あ、これそうか、2人で勝負するんですね、うん、じゃあ先に6枚取った方が勝ち、ね、先に6枚取った方が勝ち、はい、っていうのをこう20枚の中からのサムネカルタっていうのをやるんですけども、はい、まあ、今回はもちろん僕と袴田さんだけがやってもつまんないんで、はい、スタッフのみんなで4人で最弱王を決めるっていうね、はい、そうですね。でもじゃあちょっとこちらに過去の歴代最弱王の皆さんのありがとうございます。今のところ何5回やってるんですか。うん、でそうだね、最弱王っていうゲームとしてはいっぱいやって罰ゲームしてるんだけども、はい、最弱王決定戦と名を打って始まった大会によると、第1回、第2回連覇、はい、先生、先生で第3回が袴田さん、私らしいですね。で第4回、5回がまた先生の連覇っていう、うん、先生すごい優勝してますね。弱いのよね、弱いですね。口だけ出しちゃっていつも負けんだよね、うん、逆にどうやったら負けんのかなっていう。でも前回ちょっとね、惜しかったというかね、うん、ギリギリでしたけどやっぱ先生が負けちゃうっていう。だからそこがやっぱ最弱王だ、ね、そうですね。俺も結構ギリギリの線いってんだよ、うん、これで負けたら終わりっていう線いってんだけど踏ん張ってんだよ。そうですよね、うん、だってあの第2問目ぐらいで一瞬間違えそうですもんね。危なかったですよね、うん、1問目もね、はい、ちょっと間違えそうになって直してね、はい、よかったけども、うん、だから今回はね、はい、だから今からトーナメント決めをします、はい、グッドパ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 。決めようなぁ、なんで3-1になるのか。グッドパーなのに決めようよ、はい、グッドパ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 。おい、何やってんだよ。じゃあ私の地方のグッドパでいきますか。どうやつ、グッド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 パってやつ。あ、いいですね、松田流の自由みたいな。グッド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 パ。ほら、決まった。最初行動した1回戦から高カード。よし、じゃあスタートです。はい、スタート。はい、ということで先に6枚取った方が勝ちなんですけど、はい、もし違うのをこうパンって取ってしまったりした場合は、今のところじゃ2枚持ってるとしたら1枚減らして1枚ということになります。はい、はい、マイナス1ということで、マイナス1で6枚ちゃんと確保できた方が勝ち。はい、はい、ということになります。はい、それでは、はい、いきます。はい、育成時代に挫折しかけた時に支えになった存在。はい、甲斐拓也選手。そう、甲斐選手だ。ありがとうございます。6個取った方が勝ちだからね、はい、続いて、はい、いきます、はい、日本がアメリカに2対0で勝利。正解。イエーイ。いいね、いいね、いいね。イエイエイ。いきます。はい。袴田彩衣がもうやめますと言ったら。よっしゃ。さあ。やっぱチャンピオン遅いね。チャンピオンは。いくよ。はい。これで全ポジションの選手が完成しました。ついに海岸。うそだ。遅いな、もう。何ぞこれ。続いて、はい、腹筋が崩壊した袴田バーサス。絶対袴田さん。待って先生ちょっと弱くない？ちょっと全然知らんな、おい。愛情肝心な。なるほどね。待って、4対1だよ、もう。私が負けない女になりつつあるね。じゃ続いていきます。2022年の年俸が上がる選手を見極め。はい、さあ。よし、くー。今なんで息かけてやめたの。これ叶えないから。
しいかもしれんな。難しいです、本当に難しいです、うんうん、じゃあいくよ、はい、やばすぎたコラボで出したチョコレートラーメン。バイバッサー、うそうそ、やばい、3対4だ。よし、やばい。あ、続いていくよ、うん、球場の闇を暴露。はい、正解。嘘、やばい。あれ、今 4-4? 4-4、やばい。じゃあ続いては、はい、本物のノーラン・ライアン。はい、それ正解。ついにリーチランクの選手が育成できる。やばい、先生にリーチかけられた。よし、やばい。あの会社からご連絡が来ました。違う、ブッブー、だっけー。でもワン3対2になっちゃった。そうだそうだ、よかった。じゃあこれをもう載せた方がいいってことですよね。うん、あの会社、そうだそうだ、そうでしょ。僕そろそろ袴田さんの前来るなと思っとったの。そうだそうだ、やばい、次取んないとやばい。さあ続きましていきます。はい、正直里崎に勝てる人いるの。はい、宣伝正解。やったー、正直その時に勝てる人いるの。舞台裏に密着しました。プロスピチャンピオンシップ。よっしゃー、お手つき。でももう先生の勝ちです。あ、勝ちなの？もう6枚取ったの？取りました。ちょっと一気に私たちに4枚取ったのに。大逆転。何やってんのよ。いや、これでも何気に難しいよ。難しいですよ。先生に負けた。里崎 VS 青空です。よし、お願いします。お願いします。これはサムネとタイトルをつけてる僕からしたら当てなきゃいけないですよ、ね、全部作ってんだからね。確かに制作者よ。いきます、うん、はい、でね、外野で鈴木といえばイチロー。はい、あーね、そう、正解。福くんです。福さんね、福さん、さあ、よっしゃー、福くんまた来てね。俺今そんなやつあるって思ったけど、ね、それ、いや俺これお前ストレートで負けるかもしんない。上から見ると意外と見えますね、うん、じゃあいいですか、はい、はい、余裕で当てれます。はい、正解。しゃー、強い。 あかん、俺全く分かれへん。強い、これ俺負けるかもしんない。よしよし。さっき4-0からストレート食べるんですよ。いや、私はそうそう、4-1ぐらいからね。はい、いや、俺全く分からへん。じゃあ、じゃあいきます、うん、はい、セリーグとパリーグの圧倒的な差はここが一番正解。よーし。ありがとうございます。あかん、俺これ分からん。初めてのピンチか。よし、全然分からん。嬉しい。じゃあ行きます、はい、はい、まさかの展開にわらわらわら。え、まさかの次の言葉言えば 100% になります。いいですか、次行きます。ファン調査、これだ、正解。あ、まさかの展開、はい、ありがとうございます。しゃー、圧勝だな、これは勝てる。さあかー、唯一勝てるの見つけた。全然わからん。しゃ、5割の野球選手は、はい、正解。うえー、あぶねー、こっち行くとこだった。じゃあ私次行きましょう。はい、バントは悪。はい、おー、早い。行きます。はい、じゃじゃん、闇を暴露します。いよいよ 100% 苦手な、はい、正解。そうなんだ、あの、乗ってきた乗ってきた。あらららら、下人、
こんなにも大きかった点点点。これか。正解。おー、なるほど。確かに。よかった。今何？今5枚です。5、あ、リーチ？あ、リーチ。あれ？そうか、5枚じゃない。6枚だから。リーチね。あ、リーチか。ディディン。はい。ドラフト。わー、当たった。当たった。4、5、いい勝負ですね。よし、ここ一気に取って逆リーチしたい。じゃあ、いきます。はい。負けたらコスプレ。本日から始まるピンポーン。リーチ、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 お互いリーチだ。え、最後何しようかね。いきます、はい、リリン。里崎がまさかの行動に、はい、正解。いいです。うぞ、里さんと一騎打ちです。うわー、しゃ、嬉しい。ギリギリまで行ったのに。最弱王決定戦ファイナル。おお。さすが。ほら、また来て、また最近ちょっとギリギリのとこ来るからね。そうですね。うん、危ない。いや、私はこれ任さないと、佐藤さんを。でもこれ難しいからね。難しい。結構わかんないですよ。それでは決勝戦、はい、お願いします。お願いします。お願いします。コメントからいきます、うん、はかまださんの一発ギャグが面白い。はい、正解。うわー、早く行けばよかった。次は待っちゃったんだよ。いや、俺も次、来ないから。来ないからね。俺はどうしようかなと思ったけど、はかまださんが動いたのを見てもう行こうと思って。他に行けばよかった。もう先生、まあ、上げすぎだよ。はい、次います、はい、こちらもコメントから拾ってきました、はい、行きます。どうぞ。里崎さんくらいの年齢だと、ルーキーの頃はパリーグの残酷物語の原因。はい、今私分かったことね。同時くらいだったじゃないですか。でも正解です。じゃあもうこれなしにしよう。ドロなしにしろ。いきます。ディディン、このコメントが一番面白く多かったやつ、いきます、うん、はい、普通にカップル YouTuber で草せっブブー。あっ、こっちか。そうです。どっちか迷った。うわー、マイナス1ポイント。マイナス1。そうですよ、お手つきはしたらダメですもん。マイナス1ポイント。ゼロの時はゼロにしてくださいよ。いきます。リリン、試合は走らないけど練習がきつそう。腕の 筋肉が、程よくてムチムチしてて最高だな。なんでこりゃ。はい、外していきますよ。いきます。いきなり里崎さんの投げキッスからスタート。正解。そのアリキスなんてしてました。これです、これです。あ、そういうこと。あと、走るのがと、きつそうがこれかなと思ったんだけど、あー、一回になるね。そうそうそう。やばい、マイナス1のままだよ。もう私無理だこれ。はい、じゃあいきます。はい、こちらもコメントから、うん、コメント難しいよ、はい。まさかの GG 佐藤いて草。あ、正解です。やっと骨折してるからいきます。はい、デリン、悪魔を食べる。はい、正解。無理だよ、本当に。もうやだ。あと3つ。あの3つです。私まだゼロだからね。そうですね、うん、私まだゼロだから。いきます。はい、デリン、袴田対里崎、気配斬り対決した。正解。ありがとう先生。やっと1、やっと1。いや、意外にタイトルっていうのもあるっていうのを見とかないですね。じゃあいきます。ディディン、はい、こちらもコメントからいきます、はい、
里崎チャンネルに望んでいた企画これよこれよ一番評価されます。一回本当に里崎さんが監督ならどういう采配をするのか見てみたいですね。里崎さんとデータのコラボは最高です。はい正解、絶対一緒じゃなかった。ありがとうございました。危ない、めっちゃもう3つの中からどれかと思ってた。私侍ジャパンとか、いや俺もそれかなと思いながら、俺これドラフトもあるなと思いながら、うん、そうそう、これがこれだったんですよ。いただきます。はい、はい、次もコメントからです。はい、はい、袴田さんの安全株という名の地元枠好き。はい、あ、そうだ、絶対そうだ。リーチ、あ、1点ですか。1点ですね。さあ、うそー、ちょっと手加減してください。ギリギリの方が面白いでしょ。いきます。はい、ディリン、ホームからバックネットまでも 18.44 メートル、はい、正解。いやー、サイナゴすごい。コメント欄それ見てるからすごい。そう、俺コメント欄の方見てるから俺いつも。そんな見ないもん、そんな真剣に。俺もう全部コメント欄名通してるから、コメント欄の方が。すごいすごいです。はい。コメント欄全然わかんないよ。だって私タイトルで撮ったもんね、これは。ね。じゃあ。でも GC はわかった。最弱ゴール。じゃあ一発ギャグやります。ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぽ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 ぽ